ジャン作アプリなら現在地から近いジャン荘をサクッと検索。ジャン作アプリなら雀荘求人情報もサクッと検索。雀荘アプリなら各種大会の割引クーポンもあり。雀荘アプリは Android、iPhone で配信中。はい、では新進気鋭第一節、今から4回戦なんですけれども、はい、隣には今先ほどひどい親番でひどい臨場を見せた神田くんが来ております。どうでしたか？すごく気持ちよかったです。はい、でしょう。まあ今日だけじゃなくて明日も、明日というかじゃない、次回もう一回あるはずなんですけど、まあいいリードを作れたんじゃないかなって思います。はい、まあ最後は相棒の足立くんがきっちり、はい、きっちり仕上げてくれるはずです。仕上げてくれるでしょうから、はい、はい、安心して見ることができます。もうお疲れ様でした。はい、対局の準備は整ったのでしょうか？整ってそうですね。あ、始まりましたね。はい、はい、ではカメラが対局所に移ります。シーチャワ、M スタディーズですか？違いますね、すみません、協賛ですね。シーチャ京都産業大学ドラがスーピン、そしてそのドラが統一ですね。親の京都産業大学、他のところもいい、あの他の部分もいいですね。ハイパイ、そうですね、なかなか上がりが期待できそうなハイパイです。あ、ここがここがなんとドラ含みでイーシャンテン、一般さんどっちか外し、まあ、あ、そのドラを引いてもいいようにみたいな。そうですね、そのパーピン引きは縦以外はそこまで嬉しくないんで、チーピン引いても、あ、でもチーピン引いたら6チパが見えるのか。そうですね、まあ難しいです ね、 いきなり悩ましいの来ましたね。あ、ここもいい、親がいい、ここはそんなに良くない。なんでこんな差が出るんですかね。これで後継のイーシャンテン、ピンズはもう大体ピンズの真ん中引いたら大体 OK ですね。大体 OK のやつですね。はい、もうドラドラで勝負手です。親ですもんね。親ですね。親だからかなり上がりに行きたいんじゃないでしょうか。これでまあ文句なしと。スッチーピン、はい、M スタディーズがスッチーピンのリーチをかけました。スーピン、でもスーピンがもうないのかな。ないですね、チーピンが。あ、これは押し返しますね。タンヤオドラドラのイーシャンテンで親が押し返して、ぶつかりそうですね。ぶつかりそうですね、これは。さあ、もう2ピンないんでチーピンだけです。そうですね、スーピンが2枚だけなんで。おっと、足立くんいきなりスタートでやられてしまうのか。おっと、いいピンを切りたいところですが、まあ、ただや、その手がそこまで期待できないので、はい、先制リーチ入ったら素直で降りでいいんでじゃないでしょうか。ここですね、ここですね、ここはかなりいくでしょう。神田さんお疲れ様ですってコメント来てますね。多分チームのみんなでしょう。チームのみんなが応援してくれてる。これで、さて、一番理想系のイーシャンテンですが、イーピン押せるかどうかですね。どうせ切るならもう切ってもいいと思うんですけどね。そうですね、そういう考えもありです。ただそのちょっと止めてる間に横移動であったり積もられすると得したかなってなるので、一概には何も自分から切り開くことはないってことですね。まあそうです、まあただ親で打点が高いんで、はい、全然もう目いっぱいでも、まあ、全然間違いではないですよ。さあと話しているが、なかなかやっぱり積もりませんね、足立君。そうですね、これ2枚が一体どこに流れていくのか。あ、泣きました。チーして筋の3ピンを切ってサブローマンの天杯、兄弟チュン、初の身か。そうですね、初の身で、重い位置ですね、初の重い位置、初の重い位置で、サブローマンはまだ場には出ていません。手の内でローマンが使い切られてますが、3万が全部ありますね。あの3万が数万をそのあんこで切ってる、人がいるので、3万はちょっと狙いどころかもしれないです。サブローマン対
サブローマン対スチーピン。親なかなかテンパんないですね。ハイパイ良かったんですけど。もどかしいですね。もどかしいですね。あ、積もりました。積もったこの薄いスチーピン。積も重い値ですね。はい、1300-2600の上がりです。いいですね。心の中で。ウアドラのランつかんとか言ってるでしょうか。いやもう心の中どころか実際に言ってるでしょう。すごいですね。すごい。さすがダチ君ですね。楽しいです。さて親番が変わりまして京都文教大学、京都産業大学、産業大学ですね。あれ、あそうか、あじゃあごめんなさい、京都大阪産業大学だ。あそうか、こっちか。はい、はい、ドラがスーピンで、ま、ここも良さそうですね。赤がすごくもう使えるところが使えてる。ハイパイに使いたいところが大体使えそうと。ドラが入って真のドイツ、ここもいいですね。ここもいいですね。これはちょっとぶつかりそうですね。ぶつかりますね。どこも速そう。おー、いいとこ、いいとこ。僕何も考えなくていい。わかりやすい麻雀です、ね、いつもこんなのくればいいんですけどね。キューピン、さあローソー、とりあえずもうドラをなるべく使いたいからローソー先に切ったっていうところでしょうか。こっちを泣いていくんですかね。どうでしょう。そうですね。他に出先良かったんで全然軽くても、さあスタディーズ、足立くんは泣いてきそうだな。なんか話を聞いていた感じなんですけど、はい、おーおー、スーマン、あ、お、高み、高みを目指してドラドラあるんで、普通に手なりでスーマンを切っても良さそうでしたね。で、その両面引かずに転敗してもそのスーマンの筋で今が出やすいかなっていうのもあるんで、はい、さあこれで何を切っていくのでしょうか。さあパーピンが特にベターそうだが、三蔵切っていきました。ああ、スーピンくっつきにも取れるというんですね。おお。ただまだリアンシャンテント。これでウーマンを引ければ理想。理想ですね、ライドリ。ああ、三蔵。しょうがない。さあ、ここも引いて進んでペン。C1 を払います。リシャンテンス、もうあそこまで行ったら3万も馬もチュンもポンしそうですね。ですね。これでなんかもどかしい感じですね。さあチュン、これを切ると足立くんが飛びつきますね。飛びつきますね。一数万のポンテンを飛びつきましたね。はい、取るでしょう。はい、M スタディーズがチュンを泣いてイースワンのテンパイです。チュンが重い値。おっと、だからサブローマン泣いたのかな。そうですね、仕掛け返しましたね。サブローマン両面チーして仕掛け返しましたが、張ってはない、張ってはないですね。はい、ちょっと苦しい仕掛けですね。あーっと、これスーマン危ないですかね。スーマンかなり危ないですね。一番広いのが数万切りなんで。あ、出ましたね、出ましたね。イムスタディーズが、2000点をどこだ、京都産業大からの出上がりです。2連続補充でもないか。あ、1曲目ツモだったんで、まあでも 2曲連続上がりで、さすが、ね、もう今日、ま、Mスタディーズの日ですね。またドラがスーピンです。すごい。はい、親は M スタディーズになりました。ドラはスーピンです。パーピンアンコの、うん、チューンが統一ですね。そうですね、チューンを仕掛けていくのでしょう。おっと、赤赤でスーピンも入れば強い。ここも良さそうです。なんかこのハンチャン全体的にいいですね。いいですね、みんな目がありそうで。さあ、言いそうはいらなそうでしたが、1224ですかね。ここ強いとこ引きましたね。これめちゃめちゃいいとこ引きましたね。やっぱドライ表が3ピンなんで、はい、薄い3ピンを引けたのは美味しいです。おっと、何を、京都文京が直手の難を泣きました。はい、ただその泣きで京都産業大学が
オロチのイーシャンテン。ローワン引いてもうウハウハと。ウハウハと。これはさすがに広く受けますね。そうですね。9ピンを残して、まあ一番いいイーシャンテンを取ると。大阪産業で本一までありますね。これは。あとドラ、ドラキって本一ってどうですかね。ドラキって本一全然悪くないとは思うのですが、そのもうちょっとターツが欲しいですよね。その例えばトンが重なったりとか、まあ、あとチーマンを引いたりとかしないとちょっと、それぐらいだったらもう3、まあ、ドラを使い切ってここはよしとしようという形になるかもしれないです。はい、そうですね。さあなかなか拮抗状態が続く中、コメント広いのはチーマンでは、そうですね、チーマンですね、さっきのやつや。なかなかテンパらないですね。切り難しくなりましたね。すごくいいイーシャンテンなんですけど。あ、ここももう、あ、これはもうちょっと親に絞り気味で打ってるかもしれないですね。おっと、ちょっといっちゃいましたが、ちょっといっちゃったが、ポンテンが取れるようになりましたね。もう、まあもちろんこのチューンはもう、これはまあスライドしてチーピンを切っていく。ですね。さあ、リャンとくっつきましたか。ああ、これはまあしょうがないけど、まあ悲しいちゃ悲しいリャンピンですね。これ考えてるのは、もしかしたらチューンを切ってほぐしましたね。そうですね、まあ下茶の京都文教大学に絞ってるんでしょうね、やや。なるほど、はい。まあ、ただスーピンが出たら笑顔で泣くんでしょうけど。さもさも最初からそのつもりだったかね。さあ、これで泣いて京都文教大が G1 をチーしました。 G1 をチーしてイーシャンテンと。かなりでもこの仕掛けに対して足立くん警戒しそうですが、さすがにこの3ピンでテンパったかなみたいなことを思ってそうです ね。京都文教大がサブローソーでテンパイです。なん赤赤。からぎり、このからぎりはどうですか、警戒を呼びますか。いや、あんまり変わんないです。変わんないですか。やっぱもう筋、通ってない筋を数えていく段階にもう入っちゃってるんで、はい、で4センチなんで、で数層を手出しした時にその他の町にそのから切りするメリットって他の町かなって思わせることなんですけど、はい、数層から切りしたところでサブロッソに対する経過はそんなに変わんないんで、はい、あんまりする意味はないですね。なるほど。さあ大阪、京都産業大が打っぱっそうで曲げリーチをしています。積もりました、勝ちましたね。めくり合いに文教大が南赤赤を積もって1000、2000の上がりです。これリーチ上がりたかったですけどね。ですね。や、打点がかなり高かったんでリーチピンフドラドラで、ただまあ想像引き負けるのはしょうがないと。さて親が変わりまして、その京、京都文教大学ですね。そうですね、京都文教大学、ドラはリャンゾーと。パッと見、まあ、あ、そこまで良くはないかなという形です。あ、ここはドラがありましたね。この3統一で何とも、ここはちょっと苦しいですね。本一とかまで行ったら嬉しいでしょうか。エムスタディーズは手なりで打つという形でしょう。あ、いいとこ入りました。そうですね、単野王がかなり現実的に。ここもいいですね。ここが一番良さそうな感じはしますが、もうそうですね、本一に目指してますね大阪産業大学。そう、これドラが使い切れる形になればいいんですけどね。はい、本一に着戦。チュン泣く人が確かいたはずです。大阪産業大学がチュンを仕掛けました。おっと、これでドラを
コンセンスですから、ドラは。ドラは、まあ、ありです。その、使いにくいのは使いにくいままなんで、はい、その、この順目だと、ポンしてロンがあんまりない、はい、その、まだ順目が早いから、はい、ただ、順目が引っ張った後、切るとロンされる可能性が高いので、まだ通る段階に切っておいて、テンパッターリーチをかけると。はい。というところですね。はい、やっぱ、足立くん、上手ですね。結構、守備に、あの、参考になります。まあ、前ですからね、はい、さて、先ほどどこだ M スタディーズが、その足立さんがエッパーピンのリーチをかけています。リーチ、お、これ押し返してますね、大阪産業大学。もうこう行くしかないって感じですね。降りるんだったらそのまま、その数層スルーして2枚通るからっていうことができるんですが、はい、あ、トロハイ間違えちゃいましたね。さあ、ロート作業の切り番ですかね。先生、このドラは、足立さんの現物でストリーチをかけてる。お、これで追いつきました。親の京都文教大学、リーチのみカンパーマンで、追いかけリーチを打っております。もうカンパーマンが一発で強さに流れましたね。まあしょうがない。しょうがない。さあ、どうするんでしょう。ちょっとこれでも降りるにしても苦しいですね。もう一番苦しいの大阪産業大学かな。ペイを切ってお茶を濁すか。ちょっと頑張って給水行くか。ちょっと頑張ってますね。給水はそうですね。親のリーチに意外には通ってるけど、親のリーチ、漢字の親のリーチに通ってない。いや、親のリーチには通ってるけど、足立くんには通ってない。お前の現物っていう形ですね。何か変わりました。さあ、パーピンとカンパーマンの決着は、パーピンが普通に考えると強いが、4、5、もうパーピンが3枚かな。この赤馬はちょっとどうしようもないけど、山を切って粘っていく。ヤンマンは、現物ですね。さ、なんかすごいことになってますが、ちょっと降りるのが大変な感じになってますね。京都産業大学、とりあえず端っこ。さ、9万自体はそうですね、親の現物ですね。大阪さんが筋の小さを切って粘っていく。ウッパーピンあと何枚？ウッパーピンあと3枚じゃないですかね。ここに、手の内に 1,2,3,4,5 枚使われていて、場に0なので3枚ですね。結構あります。パーマンも3枚じゃないですか。3枚。そうですね、確かここの強さに1枚使われてるだけで3対3、意外といい勝負でした。そうですね。あ、1枚こっちに流れて2対3。さあ、どうなることやら。出るのか。これどうやって降りるんですかね、京都産業大学の人。あー、出ました、パーマン出ました。あの、今ウーマンが通ったんで、その筋で宝珠リーのみ。ギリギリ跳ねない。ただまあ、これ上がれるの大きいですからね。親番をもう一回できて、なおかつ先制リーチの足立くんのリーチを蹴れるという。蹴れましたね。はい、親は引き続き文教と文教です。ドラはいいピンです。はい、本場どうでしょう。親の手牌は、はい、うん、まあそこまで悪くもないけど良くもない。地牌を切らなかったですね。はい、さあ、普通にお父さんはここもまあちょっと愚形がきついですけれども、ここは自敗の統一が2つありますね。ここどこも微妙、今回どこも微妙です。今回はちょっと遅いですね。ただ M スタディーズが一番遅そうです。さて、今回はもうみんな手なりでいくんじゃないでしょうか。大阪産業大学はチューンを泣くかどうかってところがポイントなんじゃないでしょうかね。はい、点数的には泣くのは点数
数的にはトップも差がそんなにない、ね、まあ一応まだそのトンバなのでそこまで点差を気にせず打たなくていいかなとは思います、はい、やっぱこういうトンバの時に点数差があるから、はい、ちょっと高い手を狙おうってすると、はい、上がりを逃したりしてまた点数持ってる人が上がっちゃったりすると難波でどうしようもなくなったりするんで、はい、じゃあちょっと我慢して安い手でも上がって自分の番が来るまで我慢しようという考えも結構大事なんで、それができないからいつも負けちゃうんですよねだからまあ特にこの段階ではそのいかに失点を減らして上がりにつなげていくかが大事かとは思います、はい、これ差し子がちょっと見えますね、はい、さあカンパワンが入ってリャンカンとカンチャンテンも、そうですね、リャンカンとカンチャンのイーシャンテン、これはマンズの三面茶を残したい、残したいが、そうすると差し子が消える可能性が高い、広く取りましたね。まあやっぱ確定してない役よりも、はい、目の前の三面ちゃんっていうのが今風の考えなんでしょう、はい、これテンパいましたがリーチは打たない、リーチ打ったから良さそうですけどね、これもうその待ち変化とかは見ない方がいいですか、なんか手代わりの基準というか、手代わりがそんなにない、手代わり2周で一応あごめんなさい、手代わりもあった方がいい、いや、まあ、僕は即リーチ打つんですけどその、まあ、あと手代に赤が1枚あるんで、はい、この一発裏ドラがあるルールだからそこまでその打点の期待値も悪くないかなと思うので、まあ、僕は即リーチを打つ派ですが今回は一巡待った方が正解です。はい、ピンがつきました。はい、京都産業大がスッチーピンのリーチをかけました。さあ、ここもちょっと行きたそうではありますけど、まあ、まあまあ、とりあえず自敗を切って、まあ、うちにせよペイですね。そうですね、様子見をしていくという形です。ターツも足りてるんで、さあ、三面ちゃんが埋まっ、方から埋まって、ただ、イーソがちょっと切りづらいですね。あ、一発、あ、二発目でしたね。チーピン上がってるからもう正解でしたね、リーチピンフツも赤で1300-2600の一本場です。ピンボ落としてパチ落とした、さあこれで次がラス、あ、宮崎プロの観戦気温でありがとうございます。実は完全にこの場で全く関係ないんですけれども、私日本プロ麻雀連盟のマスターズという大会の観戦記を少し書かせていただきましたので、皆さんもよかったら読んでください告知コーナーでした。告知コーナーです。さて、親は先ほど上がりました京都、失礼しました、京都産業大学ですね。そうですね、京都産業大学ドラが2万、そしてそのドラが統一、さあ一応最高率行くと9ピンからというところですが、トンは自活なんでちょっと残しておきたいですね。キミガレ行きましたね。さあ大阪産業大、まあ自敗からですね。一応一通がすごい遠くにあるけど、まあ、急走から切る方も全然いらっしゃると思いますね、はい、ここが一番良さそうでしたね、ちらっと見る限りでは。そうです、京都文教大学の人は自敗をなるべく残す打ち手なんでしょうか。先ほども自敗あんまり切らないイメージですね。ちょっとカメラが動いておりません。今 M 積もりました。あ、ここ映りましたね。マジ君何を切らないでしょうか。4ピン。こういうその役があんまり確定してないけどドラドラの時って僕すごい役がなるべく残りそうな牌を残したがるんですよね。僕はだからトンとかは引っ張ってちょっと9万とか切っちゃう時はありますね。タンヤオとトンの両天秤みたいな感
感じのこと僕しちゃうんですけど、どうですか。そうでもない。確かになんかドラがあるのに動きにくいときは、そうですね、ちょっと動ける形まで待つ。他にありますか、逆に。なんか結構アクティブにもう決め打ちするとかですか。決め、あ、まあ、逆か、曲げれるようにしていくってことですか。いや、だからそのどんどん泣いて、はい、前に出るような打ち方を僕は好むんで、はい、だからそのこういう場面でもなるべく単用と役配とみたいなことを考えちゃいますね。わかります。役配は結構残しちゃいますよね、ドラドラの時は。そうですね、やっぱ3枚揃っただけで役ができるっていうのがすごい大きいんで、はい、でしょう。とこれでイーシャンテンですが、大阪産業大学も仕掛けて単用のイーシャンテンですね。あ、いい感じになりましたね。さてこれは一応まだ単用の目を考えてますね、うん、京都産業大学の子は結構相手だともう結構早めに僕は9番、先ほどおっしゃられましたけど9番はリリースしますね、はい、なんかそうですね、9番がまあ、あんこになったらさすがにちょっと嬉しいですけどあんこにならないとあんまり嬉しくないという。これそうですね、今数層かチャースを切った方が広かったんですけれども、はい、9万切ったのはもう完全にタイヤの変化を考えてますね。はい、これで産業大学リャンワンスワンのシャボです。そう、高めのドラだと1万2000とでかい。ただなかなかこのドラ上がれないですよね。やっぱそうですね、みんなも切ってくれないし、枚数もそんなにその待ち合いとしては優秀じゃないからって、はい、宮崎プロは攻撃派ですかってあるんですけど、僕は多分やや攻撃派だと思います。あっと、あ、ゴロチの牌が入ってリーチなのですが、残念ながらそちらが当たり牌、単野をドラドラで5800の宝珠ですね。ちょっとまあ痛いですね。まあしょうがないですけど ね。まあ親の方が早かったと。そうですね、親の方が早かったと。さあ親番は続けて京都産業大学です。9局一本馬、ドラはパーピン。もうトップにもうほんの一息というところまで復活しました。そうですね、今回3回戦ちょっとあれですけど、今回はかなり展望状況が平たいですね。ですね、5%。京都産業大学は京都の大学ですか。京都の大学ですよね。よかったです、京都の大学だそうですこれね、和歌山とか言われて微妙な空気になりますよねでもあれ、分校というかそのキャンパスは何々キャンパスみたいなのあるじゃないですか。入れられますね。僕その立命館とかキャンパスがいっぱいありすぎてすごいなと思うんですけど、はい、めちゃめちゃありますよね、立命館キャンパス。そうですね、どこあるんだろう、いっぱいあって、なんかとりあえず京都ってイメージしかない京都に決まるんだろうなっていう。なるほど。さあ麻雀親の京都産業です。あ、このチーピンすごいいいチーピンですね。トン泣いていくんですかね。泣きますけどね、僕も。トンが、あ、もう場に1枚出てるんで2枚目はさすがに泣きそうです。1枚目復活しますか、これ。え、僕1枚目多分もうこの状況だとさすがに泣きますけど、はいはい、1巡目で上がり、その多発が足りなかったらちょっと控えそうなイメージですね。これはおっとテンポ外しました。高みを目指して、高みを目指して、ああいうの好きですよ僕リーチ。あ、何ですか。やっぱ手代わりがあんまりないんで嬉しい手代わりが、はい、どこでした。京都文教大学。京都文教大学、ここですね。はい、嬉しい手代わりが正直これチーマンぐらいしか、はい、まあリャンピンも、まあ、そこそこ嬉しいんですけどないんで、それだったら即利用ってた方がいいかなと。やっぱウーピンとか引くと、はい、まあ、一応役割転廃だけど、そんなにテンパった感じしないじゃないですか、はい、だったらまあペン3万で悩まずリーチと。さあこ
ここが京都産業大がトンと三蔵のシャゴですね。これトン掴んだらちょっと止まらない人ですね。多数かも。あ、これはこれで、ね、今言った通りになりましたね。嬉しくない天敗ですね。もう一回ピースとか引くと嬉しいんですけどね。そうですね。その3ピンとか引いてリャンピンとかになったら、さあ、ただもうここまで来ちゃうともう京都文教大学トン絶対止まんないですね。そうですね。三蔵はまだ老僧と振り替わりでいいペーコーがつくから助かる可能性があるんですが、何枚生きてるんでしょう。これでさあ、ただスーピンを切れるか。スーピン切ってリーチリャンウピン、さあトンが1枚3枚リャンウピンが理系と文系が仲悪い。さあどうでしょう。結構いい勝負じゃないですか。三蔵が、あ、三蔵がもうあと1枚しかないのかな、場になかったら。あ、ウーピン、これで宝珠となりました。メンタンピン、赤赤裏は乗らずですね。 裏が三蔵か。裏三蔵乗りました。これ1万2000の宝珠です。宝珠した方はもう裏三蔵でグヌヌって感じです。グヌヌって感じですねただ、はい、あの自分でもなんですけど、即リー打ってたらまた失敗したんで皆さん即流はあんまり良くないかもしれません。さて乱入しましたね。宮崎、あ、もう乱入さっきからします。今何2曲です ね、 でドラスーピンです。親が、大阪産業大学ですね。んなんか京都産業大学結構良さげな手で。そうですか、京都産業大学すごく良くないですか。もうお、京都産業大学これすごいですね。もうでもドラがドラがスーピン、ドラは赤1枚しかないのか。まあ満足払ってポイントも全然あり。そうですね、ありというかもう、まあポイントばっかり考えてるけど、そこが変化しない限りはもう満足払います、ね、そうですね。ここもリャンマンが入ったら、はい、ちょっともうバッタして、ね、もうさすがにしょうがないでテンパイ取るかとは思うんですけど、ただその前に想像1枚でも引くと2万3万って切っていきそうですね。ところが他のところがガンガン追いついていきそうですね。まあそうですね、受け入れ自体はやっぱ少ないので、そのお、これはさすがにリーチといきたいところだが、まあただ手代わりが種類はそんなに悪くないんで、一旦白切って黙っていう方も多いかと思います。そうですね、そういきました、ね、一旦切りました。そのまだ順目が早いんで、4巡目だったんで手代わりもあってもいいのかなと。なるほど。次の、どこだっけ、京都文京が結構いい手になってて、多分もうそろそろ負けるんじゃないですかね。そうですか。京都文京がリャンピー、ウッパッソー、チャッソー、キュッソーのいいシャンテンなんで。へえ、おっと、完全シャンテン、あ、張りました。さすがに1、これは多分追っかけていくでしょう。お、CV ノータイムでシャオ切っていきましたね。トップ目のリーチに対して暗黒寿司から入りました。すごい、僕もやったらって言って、やったらしてれば、まあただ満足引けば転売復活なので、それを祈るしかないですね。宮崎プロが尊敬する、僕が尊敬する方はですね、プロとしては瀬戸熊さんをすごい尊敬して、瀬戸熊プロ、おっと、リャンゾー引いて、すごい話しかけます。麻雀プロの方とか、はい、麻雀プロの体育とかって見られますか、神田君。僕は、まあ僕の立場で言うとまずいんですけど、あんまり見ないですね。ああ、見てください。はい、楽しいですよ。と、話してる間に、なんとか粘ってますね。粘ってますが、おっと、大阪産業大学も粘りの泣きを見せる。さ、リャンピーが流れますし、これ M スタディーズ苦しいですね。頑張って降りたいところですか。あ、あ、これでつも年品つも赤いし重いし、そうですね、マンガンのつも上がりですね。2000、4000です。これでトップがかなり濃厚になりましたね。この上がりで4万4000点、4万4500のトップ目と。さあ何3曲ですね。そうですね、何3曲で、親番が、M スタディーズ、ウーソーです。ここの親番をもう流すとオーラストップ目で、もう親番迎えないでもやりたい放題できますけどね。なんかトップ目の親のあれ
あ、そうか、なんか親かぶりとか考えて、なんか僕ネガティブなイメージが強いんですよ。なんかオーラスのトップ親ってなんかあんまり欲しくないんですよね。あ、なんかまあでもそうですよね、あの点差がこれだけ離れてると、その、はい、まあハネマンツモ、オーラスハネマンツモ条件とかになってると2着から、そのもうだいぶ逆転って厳しいんで、はい、そうなるともう好き放題やれるんですけど、例えば1万1000点差でオーラス親のトップ名とかだと、これが子だったらマンツもダメなのになみたいなってあるじゃないですか、はい、そういうのはちょっともったいないかなと思いますね。ドラドラを引きましたか。ここか、ここがなんかそこそこいいんですよね。そうですね、これいいシャンテンですね。あ、もうマンズの方に宮崎プロはいつマージャン覚えたんですか。僕覚えたのは高校生ですね。高校1年生とかな、多分もう8年ぐらいですかね。何がきっかけでした。僕友達とマージャンやろうみたいな、友達に誘われてですね、はい、なんか友達のお父さんがマージャンできるんでやってみよっかみたいな感じで、はい、やりました。家族にできる人がいるっていいですよね。そうですね。ちなみになんですけど、はい、神田君いつ頃マージャン覚えました。僕は高校2年生ぐらいの時、なんかあの先輩がマージャンやってて、だからあだ名がカンちゃんなんですよ。はいはい。で、あのカンちゃんずっぽしっていう言葉あるじゃないですか。で、僕にそうちょっとチョップを入れながらそう言うっていうギャグを先輩がしてきたんですけど、はい、何のことか僕分からなかったんですね。いきなり先輩が狂ったようにしか見えない。何なんだずっぽ、カンちゃんずっぽしって言って、まあそうですよね、聞いたら、いや麻雀でそういう言い方があるんやでってなって、麻雀を調べて、ああ面白そうやなって感じに、ずっぽし返してやんよって。ずっぽし返して、あ、これで何をポンで、何でこれあのポンして、何ドラさんのイーシャンテンなんですけど、どこを外していくのでしょうか。急走、なるほど。これあのマンズのな、まあ、7万とか9万とか縦を引いた時にパーソーを切ると、はい、あの残った形が、まあこれ結局テンパってるか関係ないですけど、はい、その残った時にツッチャソーと縦に引いたマンズの牌の変速三面ちゃんの形が残るから、まあ急走から切ると、なるほど、いうことでしょうね。残った形の良さを見て打つという打ち方ですが、なかなかこの本一テンパらないですね。ね、難しいでしょう。大阪さんの、あ、サピンさんと仲悪いのですか。仲めっちゃいいです。仲めっちゃいいです。でここがラン一数層リャン像ですけど、二層では上がれないってやつですね。ああ、肩、肩上がり、肩、肩っていうか2つあるんですけど、3分の1上がり、3分の2上がりです。パーマンはどれだけいるのでしょうか。あ、リャンゾー、これこれは足立さんを警戒してのことでしょう。あ、パーマンここに2枚、パーマンあと1枚ですね。バニゼロで手、あ、もうもうないですね。もうないです。ここに統一で先ほど積もられたんで。あ、積もられましたか。はい。あ、そうですね、傲慢引いてっていうことがない限りはもう、そうですね。あ、出ました。この数万で、大阪産業大学の上がり、タンヤオドライチの2000点の上がりですね。親、あ、そこ親エルソリーです。失礼しました。2000点の上がりで親が変わりまして、オーラスです、京都文教大学の親です。もうこのオーラスのもう焦点というか狙いとしては、足立くんはもうこのまま2着で逃げ切りですね。で、現状3着目の大阪産業大学はなんとかして2着になりたいってところでしょうね。あの順位今が10-20のルールなんで、はい、3着から2着に上がるってことは2万点分得をするってことなんで、かなり大きい上がりになるので、そこはなんとしてでも阻止したい足立さんですが、どうなるでしょう。もうトップウェアなんとかやり過ごして伏せるだけで終わりですからね。そうですね。もういや、なんだったらもう上がっ、もう一回上がっとくかみたいな。せっかくだし上がっとけみたいな。僕はもう絶対上がりに行きますねこれ。リーチが入ったらごめんごめんって言っておりますけど。
あとこれはいいカンパーマンだが、ドラキューマン、ただ逆転には打点が欲しいですね。何を見た、何を見た、今のはあの多分ソーズが3445なんで、ソーズでイーペーコを作って、はい、リーズもイーペーコドラで万願にしたいんでしょう。なるほど、結構僕何も考えてうわっぷいってしちゃいますけど大体まあそうですね、まああとウーマンだったら赤引きがちょっと嬉しいかなと。あ、なるほど、これはもうまあ、一発ラドラがルールではあるんでリーチですね。で一応ですね、あのこれカンちゃんのウーソツモズと1326なんですよ、その不跳ねする形なんですねっつって。なので、1300-2600ツモは、現状2着目の M スタディをまくるので、まくりますね、はい、リーチでってとこでしょう。さあ一発で積もれば何の問題もない、一発で積もればどっちでもいいやってなるんですけどさあ、あまあなかなか一発はないですからね、はい、スターも降りる、もう祈る祈るばかりです。先ほど分岐はもうあわよくばあわよくば追っかけてやろうというのが、もしも京都文京がリーチが入ったらもう M スタディはニヤニヤするし横移動横移動って言ってさあなかなか上がることはできてないが、あっテンパりました、換算増でタイヤをドラ、あタイヤをのダマテン、どうでしょうか。これ後継になったらリーチいかないうまそう。ただこのリャンゾーで宝珠裏は乗らずリーチ重い2600点の上がりです。はい、大塚三兄弟からこれで、1着、京都、文京大39900点京都文京のとこですね。で2着は、M スタディ足立くんで、3着が、大阪産業大ですね。ですね、はい、種を持ってきます。はい、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日は。今日はまあ選手としてはなかなか楽しめたはい2着でした。はい、2着1着で気持ちよく、はい、なかなかあのまあ経験者というか伊達に配信してきてないぞっていうのを見せつけられてよかったですね。そうですね、今日来られた1回生の方も先輩の風格というのを感じたんじゃないでしょうか、はい、見せつけてやりました見せつけてここで、はいはい、見てる方としてはなかなか面白かったですね。そうですね、面白かったですね、展開も早かったし、はい、で面白い麻雀もあったんで、はい、なかなか楽しい配信となったんではないでしょうか。はい、そう皆さんに思っていただければすごく嬉しいですね。はい、はい、台本見てなかった。これは全対局終了からですね。はい、僕は引き継いでいいですか。はい、司会、はい、はい、以上で本日の全対局が終了いたしました。それでは、本日対局した学生の皆さんに感想を聞いてみましょう。それでは、どっちかい人からどうぞ感想の方。感想の方はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした。いやもうね、これはもう持ち帰ってサークルのライブでちょっと処分が下されてそんなに怖いんですかサークルあまりにもちょっとひどすぎたんで。マイナス何万点まで。17000。マイナス17800ぐらいです。17000。それはもうちょっと処分されてしかだったんじゃないかなと、はいはい、この反省を生かして次は、はい、しっかりと反省してボッコボコにやっつけちゃいましょういつかリベンジしますお待ちしておりますはい、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。次はどうでしょう、どなたか。どなたか。どんどん。では京都文京大ですね。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか。いや
めっちゃ楽しかったです。そうですね、結構自分のまあ思ってる風に、まあ、ゲーム展開できていてよかったかな。1回戦目トップも取れて、あといでしたっけ、最後がトップ取れて、あ最後はトップで3回目に2着でした。結構あ、まあ、4万5000点ぐらい、あの7連チャンがめっちゃ結局今日の4回戦はトータルどんぐらいですかね、順位的には。4321 サイクルヒットですね、高まってますね。な今回は、まあ、まとめたぜっつって。そうです、もう去年再開争いしたんでいい感じかなと。今シーズンこそ。そうですね、リベンジ果たして。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。大阪産業大の本当はもう一人1回戦で打った人がいるんですけど、はい、スイッチャーでここにいません。どうでしたか。どうでしたか。楽しかったですね。はい、楽しかった。はい、なんか質問してくれるわ。なんか似てきたな、先輩に。なんかもう態度が。1回戦打ってトップやったっけ。いや、2回戦打ってトップ か, ップか。彼が3位なんで、ちょっと彼がなんか。いや、たまたまっすよ。相手しぼかった。いや、そんなことなんです。先輩の相撲がなかなか良かったんで、うん、楽しかった、うん、楽しかったです。麻雀は俺に任せろよみたいな感じで、いや次から俺以外いらないからみたいな。いちごは僕ですか。やっぱ神田さんが強すぎたやつはちょっとなんかまだなんていうかイライラしちゃうんですね。最後まで打てたら3位ちゃうかったんちゃうかなってずっと。まあ配信やから最後のは知らないです、時間がね。最後僕上がりましたけど、あれ上がんない方がいいとかってあります？あ、さっきのやつね。はい、いや、いや僕は全然上がりますね。ああ、積もって裏乗せたら順位変わるから待った方がいいよ。その一応なんだろう、4着目の、はい、その人との点差がそんなに離れてたわけじゃなかったんで、そうですね、もうしかも親も結構押し気味、まあ、実際テンパってたんですよ。そのリアンゾー来た時にはウッパーソーでテンパってて、だからあそこ見逃したりとかかけるとちょっと反撃を食らった時にどうしようもなくなっちゃうんで、僕はもう渋々上がりますね。なるほど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは残りの足立さんどうぞ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、神田さんの足を引っ張らない麻雀打ててよかったです。神田さんの足引っ張ったらどうしようかなって思って、今日がビクビクしながらビクビクしながら麻雀打ってたけど、あーよかったっていう茶番です。はい、はい、何か思うところ、普通についてなくなかったから良かったです。リーチ後に掴んで補充っていうのがほとんどなかった、ね、もう2000リーチのみ2000点ぐらいの補充しかなかったんで、そういう意味では掴まなかったって意味でついてたなって、逆についてなくなかったなって思って、まあ、最後の、はい、その4回戦のリーチも横移動で平和に終わったから、はい、そうですよね、カンパーマンのやつね。もう あの準備にリーチ食らうともうどうしようもないんじゃないですか。間違いないです。平和に終わってくれって思う。そうですね、本当についてなくなかったのがついてました。はい、どのくらいですかね。今日は、はい、もういい発信が切れたと思うんで、そうですね、次もバッチリ決めて、はい、1位通過を期待しております。頑張ります。ありがとうございます。では、契約を読んでください。はい、以上が本日対局した大学でした。この近畿大学対抗戦新進気鋭は、麻雀卓の製造販売メーカー株式会社鳳凰様のショールームより、全国の雀荘をサクッと検索、雀荘検索サイト雀作さんのご協力のもと、学生主導で配信を行っております。学生主導なので、至らない点が多々あったとは思いますが、配信クオリティアップを目標にして勉強していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、本日の配信はこれで終了です。次回は6月23日木曜日第2節 B ブロックの模様をお送りいたします。またのご視聴よろしくお願いいたします。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様でした。お疲れ様です。
ジャンナビリーチ、プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。あ、いまん。